どうも。こんにちは。こんにちは。はい。今梅津刑事の到着を待ってます。はい。下北沢駅ですね。下北沢駅です。はい。今回ダブル刑事です。改札口で君のこといつも待ったものでした。わかるの俺ぐらいの年代かな。私鉄沿線野口でした。寒いね。寒いね。行きましょう。いや降っちゃったね。今日車でいらっしゃった。そう、車でね、ちょっと台車でね。こんにちは。あ、こんにちは。はい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。お、大丈夫。知ってんだっけ？トリオの左。いや、違う。そうそう、分かる。あの、さだまさし好きな。渡辺君。あの人、さだまさし好きなの？好きなんですよ。あ、そうなの？あ、マジ？あの人が誕生日一緒なの。でも、さだまさし好きなんです。あ、そうなの？すごいマニアックな曲聴いてました。ちょっと聴いてくださいって。いいね。うん、やっぱルーツってのはね、いろいろあるんだなって。でも まともにお前さだの世代じゃねえもんな。そうですね。あのそう、今日もじゃあぜひさだまさしの話しよう。さだまさしの話。そうですね。もう語り尽くせない。だって多分ど真ん中でいくと俺よりまだ上だよ。多分50過ぎる人がど真ん中だと思うよ。そうですね。僕はねかなりさだまさんの影響を受けます、ね、じゃあ今度あのテクテク TV でさだまさしの人ばっかりあのスキル集めてかなりこいつ上級さだまさし芸人じゃないですか。あでもそれはね結構ね、はい、到着でございます。はいはいはい。というわけで着きました。こちらはビッグマウスですね。ビッグマウスです。はい。ガラス張りのお店です。はい、ね、あのよくイベントとか撮らせてもらってますけど、下北駅から歩いてどれぐらいですか。歩いてどのくらいですかね。ね、慣れてる人だったらそう、早足で10分はい、どのくらい。まあ、三軒茶屋方面に歩いてる感じですね。目印は、ね、バーミヤン。バーミヤンの向かい。向かい。はい、で行きましょう。はい、お邪魔します。はい、お邪魔します。こんにちは。こんにちは。はい、というわけでビッグマウスに着きました。お世話になってます。はい、よろしくお願いします。上川圭司です。第一世です。はい、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。はい、というわけで、うん、あのこちらのビッグマウスでですね、はい、ちょっと番組を撮ることになりまして、うん、はい、今日第一弾のゲスト、yeah. はい、お呼びしますけども、yeah. 本日、はい、ね、あのレーベル3人目の刺客なんですけれど、はい、刺客、ね、送り込みます。はい、ね、というわけで、このここから司会進行は、はい、タイさんにお任せして、ね、ナビゲートってぐらいですけど、ね、よろしくお願いします。はい、お手柔らかにね。ちなみにタイさん、司会進行の経験とかは終わりなんですか。はい、ね、小学校の時に、はい、3回ぐらいそれは何の司会ですか。学芸会の司会。わかりました。学芸会大の司会進行をお願いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ読んでいただいて。はい、刑事かも。じゃあ梅津刑事です。梅津刑事です。はい、ね、先ほどの上川刑事さんと同じ名前なんですよね。そうなの ね珍しいって、ね、同じ字なんだよね。字も一緒ですね。ね、漢字もね、うん、そう、土二つに司ですね、うん、あんまいないですね。あのサッカー選手で、うん、おお、玉田スイタね、なんかね、うん、そうそうそう、うん、そんな感じで、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まあ、あの俺はな、刑事のこといっぱい知ってんだけど、まあ、自己紹介ってところでさ、あ、はい、あのちょっと自己紹介で、うん、どこの人なんだっけ。僕はね、ずっと東京なんですよ。東京のね、うん、ほうほう、あの、まあ、八王子ですかね、うん、あの八王子とか多摩とかあっちの方、うん、もう結構ね、多少入り組んだ場所なんですけど、うんうん、あのまあ、八王子、うん、たあのとかと言われるあたりのムササビ飛ぶところ。ムササビ、そうですね。寒いよね。あの多摩動物園とか近くですね。あ、うん、あの夜は、ね、あの辺なの。そうだ、あのなんかキジとか逃げてくる。キジじゃないか、なんかクジャク、わかんないですけど。明星大学。あ、近いです。あ、そうなんだ。そうなんですよ。でギターはですね、あの中学生ぐらいですかね、あの、うん、弾き始めて、僕はね、さだまさしさんが大好きだったんですよ、うん、今も好きですよね。何初めて弾いたの、さだまさしさん。何かな、初めて、あのこう古い教則本に、うんうん、あの多分小論の確かなんかあると思うんですけど、あの渋いね。渋いですよね。なんだその中学生。僕の時代はあのちょうどね、
ちょっとミスチルとかスピッツだよね出始めてで、うん、ちょっと後になるとあの小室哲哉が来る時代に初老流しをしてなんで佐田さんなんだろうな、うん、水刑事、佐田さんがすごく好きで なんかねこうグッときたの、ね、それでギターやるようになって貴重だよね、でもそうなんですかね、うん、流行りにね興味は示す、まあ、示さないわけじゃないけど、ね、でもそっちに行かないっていうねなんかね、うん、貴重だよフォークって感じで聞いてましたね、うん、あの高校生の頃とかは、うんうんうん、そっか でだからその頃はだからまあ単純にこうギターを家で弾いてるだけだったんですけど、うんうんまあ、で大学入ったぐらいからまあちょっとこう自分で歌ってみようかなって感じで、うんうん、だから先にギターなんですね僕は。あ、そうなんだ。そうだからでそれで芝居絡み の芝居音楽そうそう僕は、ね、に入るんだっけ。あのお芝居の劇中歌っていうのを、ねうん、やってたんですけどそれはね、うん、大学出てから何年かしてから声かけてもらって、うん、だから僕は事実上の初舞台っていうのは、うん、こういったライブハウスではなくて、うんうんあのこうお芝居の中で劇中歌をこう歌うっていうのが最初なんですよ。なるほど、自分で歌ったの。そうあの歌ってもらったんだっけ。いやあの歌も僕が歌って、おーおーあの要はそのお芝居の中で、まあまあ、単純に言うとこう、うん、登場人物のこう内面なんかをこう、まあ、表現するような感じの歌を詞はその芝居を書いた人の詞なんですけど曲は僕がつけて、うんでそれをこう芝居の中で演奏するっていうのが、うんまあ、こういった活動の原点始まりで、そうですね、うん、でそれからあの自分のライブっていうのをやるようになって、うんうん、でまあ今に至るって感じなんですけど、ね、なるほど、ちょっと駆け足だけどね、うんうん、だけどまあ そ, うです、ね、そっかで大体あれかなあの一人でやるのがまあ俊さんパーカッションとか、うん、あとピアノとかと一緒にやることもありますけど、でも基本一人なんだよね。基本一人ですね、うんうん、まあいい形だしね、うん、そっか。で2010年11月17日そうですに、リリースされたのがこれ、うん、20世紀くらいね、うん、で、ビッグマウスレーベルっていうハッピーっていうレベルがあってね、で BM スタジオっていうあのうちの相方のイサノがやって、ええ、でそこで撮ったアルバムを うちのレコーディング出してもらったっていう流れだよね。ねうんまあ、レコーディングは、うんまあ、なんか自分でねあの簡単にやったことはもちろんあったんですけど、うん、もうちょっと本格的に、うん、あのレコーディングしたっていうのは僕初めてだったんで、うんいい経験だよね。そうですね、うんうん、楽しくもあり苦しくもありっていう、うん、またそして自分を知りねえ、うん、本当ですね。あのちょうどね暑い夏場に撮ったんですけど、うん、下北沢からこうスタジオまで歩く道っていうのをこういろいろ考えながら歩いたりして、それはもうよく覚えてますね、うんうん、そう暑かったねあの頃ね。暑かったですね、うん、でもアルバムはさ特にうちのチームとすればこれ卒業写真じゃないからね、もう始まりの、ね、花々しく始まりの一枚なんで、ね、そうだから次に繋がる新曲結構いいやつできてるしな、まあ、うん、言葉いいしな本当な言葉が、うん、だからあの次にね繋がるそうですね、うん、あの作業もしてだからこそこれ1枚目を売るね1枚目みんなに聴いてもらいたい、ね、もちろんです、ね、だからツアーにも行く、ね、そうですね、うん、全部連動してるもんだから ねそうですね、うん、でもそれもこれもやっぱさあのパフォーマンス歌としていい、うん、よいいからそういうふうになこう連動していくわけでさ、うんそうですね、やっぱりそこには歌があるっていうね、うん、ことだと思います、ね、これはどこで買えるんですか。これはですねあの、まあ、まあ僕のライブに来ていただくのが一番手っ取り早いんですけど、あの Amazon でねいわゆる通販的なこともできますし、うんうん、あとあの iTunes ストアで、うん、あのダウンロード販売なんかもしておりますんで、うんね、お買い求めください。うんうん、それで1曲目に歌ってもらうのがメガネね、メガネのブルース、ね、メガネのブルース、そうなんですよ、ね、これメガネは、ね、かけてないじゃん。いやでも、ね、普段はねかけてるんですよ。あそう、あの
こう歌う時書けないのは、うん、あの運動の時かけないのとかとなんか同じ感じ。ああなるほど。そう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 。俺も何回か見たことあるよね、メガネかけてるの。そうそうそう、うん、あのメガネはねやっぱりね、うん、好きなんですよ。あのこう朝起きる時ってメガネを探すとこから始まってやっさん、よくやっさん探すとこから始まって、うん、であの夜寝る時メガネ置くとこで終わると一日をこうサンドイッチして、まあ、ちょっといいこと言ったって感じがありますけど、メガネフリークにはね、そうそう、あと顔につけるでしょメガネって。だから結構こう思春期の頃とかはこうなんかこう精神性っていうかこう人間ができてる確定にこう関連してるような気がして、うん、うん、ちょっと自分のことを多少大げさなところもあるんですけど歌ですからね。でもまあ基本的にはこう真実を歌った、うんうん、ちょっとメガネかけて役に入るとかそういう感じもあるよね。にあ生活の中でね。そう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 。うん。うん、あのサングラスなんか本当そうですよね。そうだよ、ね。あのなんかちょっと絶対違う自分になるっていう、うん、絶対ありますよね、メガネ。うん、そうなんですよ。でメガネなんだけどさ、メガネ、はい、まあ自分の自己紹介ソングになってるわけ。そうですね。うん。それをじゃあ今、はい、じゃあ歌ってもらえれば、はい、よろしくお願いします。メガネのブルースをお送りします。はい、
はい、メガネでした。ね、またメガネかけちゃうもんね。ね、自分に戻るよね。今回このアルバム、そうですね。宣伝入る。ファーストアルバムですよ。ね、ファーストアルバム。ね。20世紀クロニクルっていう CD が。でも一昨年になるんですかね。そうだね、発売がね。2011月。10年の。11月17日ね。これ20世紀クロニクルね。クロニクルってこれタイトル曲を、あ、曲20世紀クロニクルっていう歌があって、それをこうタイトル曲としてこうアルバムのタイトルにしたわけなんですけど、クロニクルっていうのはね、あの年代記みたいな年代記、その意味で、これはその歌と結構関わってくるキーワードなんですけどね。なるほど、20世紀の年代、そうそう、そういうことですね。あ、じゃあ100年を歌うから。そうそうそう。100年を歌う。そう。100年生きてないのに。100年生きてないのに。そうなんですよ。なるほど。ということはあれかな、自分の子、あ、自分の子供じゃないよね。自分のお父さんとかおじいちゃんとかそういう、そうですね。3世代にわたっての歌っていうことなのかな。じゃあね、端的にうちの祖母のおばあちゃんの歌なんです。おばあちゃん。おばあちゃん。おばあちゃんが、明治33年生まれ。ほう、西暦1900年生まれだったんですよ。ほうほう。だからこう、例えばこう歴史の教科書とか見て、1920年とか見ると、下二桁がうちの祖母の年になるわけですね。あ、なるほど。それで、なんかこう学校で歴史の授業など受けてても、あ、この時ですうちのばあちゃんは何歳だったんだろうとか考えると、なんかこうなんか歴史とか身近になったような思い出とかがあって、で歌い出すようになってからもなんかばあちゃんの歌歌いたいなと思ってたんですけどね、なかなかねこう、そうだね、ちょっとでかすぎるっていうか感じがあって、だったんですけど、まああるときっかけがあって作ったっていう、で、まあ、それを軸にしたアルバムを出したわけなんですけどね。おばあちゃん子って言ってたもんね。そうですね、おばあちゃん子ですよ、僕はね。まあ、あれだよね、これもともと出したすぐ直後にね311もあったから。あ、そうですね、これ歌はね、あれなんですよ、まあ、聞いていただくと分かるんですけど、こう関東大震災のね、描写から始まるんで、で、やっぱりこうなんか地震の直後はちょっとね、別に歌って悪いなんてことでないとは思うんですけど、ちょっと控えちゃった、なんかまあ、なんか整理がつかなかったようなところはありましたね。歌の入り口がね、そうそう、ね、ぽっきり通れたっていうことになっちゃってるもんね。浅草12階って塔型って言って、それがこう折れた写真がよく教科書なんかに出てましたよね、関東大震災。でもまあおばあちゃんの話だしさ、トイレの神様じゃないけど、ね、売れる要素はしっかりこう注ぎ込まれてる。でもね、これはね、まさにね、トイレの神様がヒットした年なんですよ、2000一昨年だから。もうどこ行ってもなんかトイレの神様って言われちゃってちょっと辛い思いもしましたね。そうだよね、狙ったわけじゃないんだけどね。そうそう、まさにね、これ11月で、このあと紅白でもボーンってやってんだよね。そう、だからもうね、まあでもまあみんなね歌えばいいんですよね、そんな気にせずにね、そうだよね、まあでもこれはまあ音源聴いてもらうのがね一番本当に良くて、まあこの後で2曲目に歌ってもらうけどさ、はい、まあ、まずはこれを聴いてもらってね、歌詞そうですね、ちゃんとね、心に届けてもらって、CD ではピアノでね、そう、弾いてもらったんですけど、今日は自分でギター弾いて歌おうかなと思います。で、私今回これ全部私撮ってます ね、そう、私全部撮ってます。泰山っていうね名前にしてますけどね、すぐそこに撮れて撮りました、ね、これもう全部あれだもんね、これパッと見これ CG みたいだもん ね、合成みたいな、ね、全然でもこれ全然この辺俺寝っ転がって、ね、新願寺のお寺で寝っ転がって撮ってます、ね、でもこれ表紙はね、俺実際ね、そ うまく撮れてると自分では思うんだよ ね、この自分の顔っていうのはこう、で一番らしいね、恥ずかしいですけどね、なんかねちょっとにやけてる、にやけてる、でも実年齢若い、いや結構な、30いくつだっけ、33ですね、な、
大体え結構行ってんねって言われるよね。言われますね。だいたい大学生卒業したばっかで。どうなんですかそれもね。30代になってなんか。いいんじゃないのかな。ね、関西の人は花木京って言ったらちょっと分かってくれるんだけど。花木京それ分かるんですか。ちょっと薄く入ってる。花木京。分かります。分かります。花木京。もうね、その表情が撮りたかったんだ。これはだからね。会心の一番そう綺麗汚いじゃなくてやっぱねやっぱこのうすら笑いのこのね、うん、ねいいと思います、はいね、で、ツアーに行きますあそうだね、ツアーに今回初めて長い間あのちょっと長いよね労働がねそうですね2週間ちょっとだもんね、うん、で全般の富山のやつは刑事あれだよないっぱいおしゃべりしてた方が先輩に先輩っつうか富山はですね、うん、実は富山時代僕初めて行くんですけど、うん、僕のね仲良かった先輩っていうか、うんまあ、10歳ぐらい年上なんですけど、うん、僕が初めて人前で自分が作った歌を歌った時に声をかけてくれた人なんですよ、うん、でその人が、うん、まあ、まあ、それだから10年以上前ですね、うん、でそので、まあ、十何年一緒にこう過ごしてきたわけなんですけど、うん、去年ぐらいに富山の実家に帰られたんですよ、うんうん、でまあなんかこれでお別れになっちゃうのもあれらしいなと思ってちょっと行きたいなとか、うん、それがきっかけでちょっと富山も行ってみようかなと思って、ね、富山もキトキトだよ、キトキトってね生き生きっていう方言あキトキトって言うんですか、うん、生魚うまいから楽しい今冬に行くのが一番うまいんじゃないか寒いですけどね寒いだよね、うん、で2回やんだよね富山そうです2店舗でやんだよねそうですね、うん、アーティストってお店と、うん、バーニングロックスってお店あ、ほんとやります、うん、1個、うん、いいよね、うん、まあ先輩に感謝だよねそうですね、うん、でそこからそれが2月の11日土曜12日日曜ねでそこから京都に戻るんだよね京都に京都はちょっとご縁あんだよね京都はね何回か舞台に行ったことがあって、うんまあ、知ってる方もまたいるんですけど、うん、やっぱなんかこう、まあ、ツアー、まあ、変な話どこ行ってもいいわけじゃないですか、うんうん、でどこ行こうかなと思ったらやっぱり あの人に会いたいなとか、うん、そういうのがなんか根本にあって場所を選んだようなところがありますね、うん、そこからまた広げていきたいなそうだね、うんうん2月15日京都ラグ、ね、17日ネガポジ京都、19日大阪よかにせ20日月曜アラタルト、うん、で21日が豊橋ですねそうですね豊橋、22日が、静岡ウズ、ね、ウーフ、ね、24日が下北沢ビッグマスここに帰ってきますね、なってますこれまあうち、の恋にしてすごくこう仲良くしてもらってる、ね、人たち店のオンパレードなんですけど、ね、回ってきますね、まあ初めて行くところでいい出会いがねそうですね、待ってると思います楽しみですね、うんうん、ぜひね近くの人は、ね、ぜひ来ていただきたいです、ね、来て、ね、盛り上げてください、うん、じゃあ刑事今後の展望としてさ自分のやりたい形っていうのもあるだろうしさ、うんうん、で僕にも聞かせてもらいたいし、うん、そうですねなんかなんかライブもまあ普通のね、うんまあ、みんなでブッキングでやるライブも楽しいですけど、はいなんかこう自分のこう企画みたいなのもやりたいなっていうのがあって、うんうんうん、でまあ僕なんかさっきも言いましたけど、まあ、30とか過ぎて、うんまあ、僕はなんかまあこんなことしてますけど、まあ、同世代はそうだね結構もうお子さんいたりとかで、ね、やっぱこうライブっていうのがね遠くなってるんですよね、うん、やっぱ子供で夜そうだ、ね、ライブってなかなかねそうだねそう若いとねお金はないけど時間はそうそう、うん、お金あるんだけど時間がないってなると、うん、家族もいたりしてて、ね、なんかちょっとね、うん、だから来やすい場を作りたいなっていうのがあって、うんうん、何年か前からちょっとお昼のライブにちょっと出てみたりとかしてたんですよいいねいいことね、でやっぱそうするとねライブ普段は行けないって言ってる人が、うんと来てくれたりとかいうことがあってこれいいなと思って、うん、子育てやってる、ね、お母さんとかには昼ライブすごくいいよ ね、うん、でそれをもうちょっとこう一歩進めて僕の企画でこう、うん、お昼ライブをやりたいなと思ってて、う
いいんじゃないかな、ね、ぜひぜひ、ね、あのちょうどこうこのビッグマウスはなんかこうガラス張りで、うん、おじさんも入るし、ねうん、なんかお昼やんないのもったいないなってずっと思ってたんですよ ね、うん、夜もねいいんですけどこう昼とかねちょっと今日は暗くなってきましたけど、うん、あの日が差し込む中であのライブやるのいいんじゃないかと思って、うん、もう子連れとか OK でやろうかなと思って、うん、そうじゃあツアー帰ってきたらねそうでちょっとね、そういう企画もしたいですね、うん、やりましょう、なんかやっぱりこうね明るいところで歌うとちょっとまた違う感じになりそう、はい、そうだね、心の開き方もちょびっと ね違うかもしれない、ね、絶対ね、うん、あの場所とか雰囲気って大きいですよね、うん、歌にはね聴く方もきっとそうでしょうし、うん、そうだよね、うん、それやりたいですね、うん、まあじゃあ日にちね、とうとう詳細上がってきたら、ケージのホームページ、ねね、そうですね、うん、ホームページもありますね、うん、あの飛び夢っていうホームページが、ああいいね、飛び夢いいね、僕の名前で検索していただけると、うん、あのホームページ出ますね、ご覧ください、うちからもリンクしてます、ね、で先ほどからレーベルレーベルってね、うん、ちょっと言葉に出てるんですけれど、ビッグマウスレーベル、ハッピーレーベルっていうのが、はい、ありまして、で基本まあ内容いい人うち出てもらってるんですけど、うん、その内容いい人の中でやっぱ音源をねケージみたいに作りたい、僕も作りたいっていう、お互いのところで CD 制作をしてます。で制作現場なんで、うん、ライブハウスっていうのはまあ発表の場ではあるんですけど、制作現場を BM スタジオっていうのを相方磯野がやってまして、うん、8人になりますかね、リリース、うんうん、で今回、こういう形で、ね、ビッグマウスで、録音するっていう形で第1弾で梅津刑事、ね、やってもらいましたけど、まあ次はリロが控えてたり、うん、順繰りにこう皆さんに紹介できればと思ってます。そうです、うん、でまあ、あの優れた人、音を取りたい人、うん、どしどし募集もしてますので、あのビッグマウスホームページにリンクしてますんで、ぜひあの拝見してください、うん、でもう最初から言ってるその今回梅津刑事の、ね、20世紀クロニック、そうですね、うん、まずはこれはもう先ほどエピソードもいっぱいね、あの語ってもらいましたけど、うん、まあ歌を聴いてもらって、はい、歌詞をね、あの噛み締めて聴いてもらいたいこの曲だもんね、はい、これだけはもうね、うん、ですから一番最後にね、この曲を聴いて、はい、今回はお別れで、はいね、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。重さがいつものしかかって
空の下に僕が生まれたのは1978年、祖母は78歳。早起きの祖母の布団に潜り込む甘えん坊の僕といつも優しいばあちゃん。祖母はもういない。